現在実施中の省エネ家電促進補助金制度をチェックということで、ということで冷蔵庫売り場やってまいりましたが、これポスターありますね。これですね。サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日は全国で行われている省エネ家電の補助金、沖縄県ではエアコン冷蔵庫を購入すると補助金がもらえるということで、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。ということで本日はお得情報といえばお得情報ですかね。詳細なお話は沖縄県民限定になりますが、まあ、一応軽くですね、全国で行われている省エネ家電の補助金などが出ているサイトなどもご紹介させていただきますので、多少は県外の方も参考になるかもしれませんが、すいません、基本的には沖縄県民限定のお得情報になります。そちらの方ご理解いただき、動画の方を見ていただければと思います。本日は先ほども言いましたように、省エネ家電の補助金ということで、いろんな市町村、そして都道府県などでいろんな施策が行われているようです。国もですね、住宅省エネや、あと給湯器の省エネ、そういったところの補助金も出ているんですが、そちら対象者の方がそこまで多くないなと思って、今のところ詳細をお話しさせていただく予定はしてませんが、もしそういったところも気になるよっていう方はぜひコメントいただけたら嬉しいです。まあ、そんなこともあるんですが、今回は先ほどから言っているように沖縄県内で冷蔵庫、あとエアコン、もうこの2つだけに限るんですが、なんと新しい家電に買い替えることで補助金が最大5万円いただけるっていう補助金制度がスタートしております。エアコンとか冷蔵庫ってやっぱり定期的にまあ故障してしまって買い替える、そういったことも考えている方たくさんいるかと思います。我が家もですね、まあ、冷蔵庫を、まあ、ちょっと家族構成が変わってきたっていうことで、もともと僕が独身の頃から使っている冷蔵庫がまだ現役で使っているので、まあ、独身にしては大きい冷蔵庫だったんですが、でも今の状況だともうちょっと大きな冷蔵庫が欲しいなっていうことで、買い替えをチラリチラリと考えてたんですが、今回の補助金で買い替えをもっと具体的に考えようかなっていうところに来ております。なのでちょっと詳細を見ているとですね、この補助金使いたいなっていう方もたくさんいるんじゃないかなと思って、普段の月一のお得情報ではなくて個別にお得情報としてお伝えさせていただきたいと思います。それではちょっとホームページなど見ながら具体的にお話しさせていただきます。ということで、こちらがですね、山田電機さんが提供しているページなんですが、現在実施中の省エネ家電促進補助金制度をチェックということで、省エネ補助金制度対象市町村一覧が載っています。ここが結構わかりやすいかなと思うので、こちらをご紹介させていただきます。この色が変わっている都道府県で行われているんですけれど、北は北海道、南は沖縄まで行われてます。まあ、もちろん行われてない都道府県もありますが、いろんなものが行われてます。沖縄県も結構あった、この生ゴミの電動式の購入助成金とか、あとは沖縄県と同じやっぱりこの家庭用省エネエアコン補助金、石狩市ではこういった補助金も出ているようです。秋田県も沖縄県と同じような秋田省エネ家電購入応援キャンペーンっていうのも行われてますね。そして東京も詳細わかりませんが、ゼロエミポイントっていうのも行われているようです。面白いですね。足立区とかは窃盗型シャワーヘッド購入費補助金なんかもあるんですね。シャワーヘッドですよね。面白いですね。いろいろ行われているんですけど、ぜひですね、もし自分の都道府県何か行われているのかなって気になる方は、ぜひこちらの方を見てみてください。僕自身もですね、沖縄県のこの補助金知ったのは6月のお得情報のコメントで実は知ったので、確かコメントでしたよね。テレビとかではもしかしたら報道されてるのかもしれませんが、ご自身が知らない補助金とかもあるかもしれません。ぜひこちらの方一度見てみてはいかがでしょうか。ということで、こちら沖縄県のお話に進みます。こちらですね、沖縄県は令和6年度省エネ家電買い替え購入支援事業ということで、2025年1月31日まで行われております。こちらがそのホームページになってます。沖縄省エネ家電買い替え応援キャンペーン、キャンペーン対象店舗で対象のエアコン冷蔵庫の買い替え購入で最大1台あたり5万円分のキャッシュレスポイントなどがもらえるキャンペーンになってます。まあ、ここからちょっと詳しくお話しさせていただきます。購入設置時期に関しましては、令和6年6月1日から令和7年1月31日まで、まあ、結構それなりに長い期間になってます。今年度内ですね。そして申請受付期間は令和6年6月1日から令和7年2月14日バレンタインデーまでになってます。まあ、設置は1月31日までにして、申請は2月14日、約2週間ほどの猶予はあるということですね。そしてポイントなどの交付手続き期間、また流れでわかるかと思いますが、キャッシュバックはポイントでもらえるような形になります。こちらのポイントの交付手続き期間がさらに2週間、2月28日2月の月末まで行われます。そして本日撮影しているのが6月18日火曜日なんですが、
今時点での申請件数、こういうのが出てきます。申請件数は544件、そして申請ポイント額はいくらだ、ここが100万なんで1000飛び62万5000円分のポイントが申請されているようです。予算に対するポイント申請額、申請中も含む割合ですが、今現在 3% になってます。6月1日から始まって1ヶ月以内でまだ 3% なので、まあ、周知がまだされてない可能性が多いですが、ペースとしては1月までそれほど急ぐ必要はないかなと思いますが、確実にやっぱりポイントをもらおうと思う方は、まあ、特にエアコンの方は夏前に設置をされると思うので、できるだけ早く具体的に検討して購入を進めていただいた方がいいかと思います。こちらにあるように予算が終わってしまうと今回のこの補助金はもらえなくなりますので、その点はご注意ください。そしてこの辺からお知らせということで、いくつかその国の事業もあると言いましたが、この子育てエコホーム支援事業、こういったのもあるんですが、これとの併用は不可となっております。そしてですね、実は結構お得なのはこの那覇プレミアム付き商品券、6月のお得情報でもお話しさせていただきましたが、那覇市の方が購入することができるプレミアム付き商品券、こちらとは併用可能なようなので、那覇市の方はこれを併用するとめちゃめちゃお得に家電の買い替えができるかと思います。ぜひ那覇市の方は特に検討を進めてみてはいかがでしょうか。そしてここから具体的なキャンペーンの内容になってます。先ほどの期間中に対象店舗で対象のエアコン冷蔵庫を買い替え購入いただいた沖縄県民の皆様に、購入金額に応じてキャッシュレスポイントなどをプレゼント。キャッシュレスポイントということで、お好きなキャッシュレスポイントなんですが、もらえるのはこちらになってます。 PayPay ポイント、 auPay、 そして和音ポイント。こちらちょっと気をつけなきゃいけないのは、ウェルカスで使える全て英語の和音ポイントではなくて、電子マネーの和音ポイントですね。こちらはちょっと注意が必要です。そして楽天エディ、楽天ポイントではなくて楽天エディのようです。そして D ポイント、あと 3A の商品券、そして最後が JTB のギフトカードかな。あとそれ以外に Google Pay ギフトカード、 Apple ギフトカード、 Amazon ギフトカードも選択できるとのことです。まあいろいろ選択肢はあるので、自分が使いやすいポイントをもらえばいいかなと思います。そしてこちら具体的な申請要件ですね。こちら沖縄県内に住民登録がある個人になります。個人とあるので法人での買い替えは不可となってます。そして必要項目、不備がないことで、まあ申請に不備がないようにしてくださいということですね。あとは購入先が対象店舗であり、購入日が対象期間内であることが必要です。なので6月以前に購入したものは対象外になります。そして対象品が対象製品であり、新品への買い替え購入であることが条件になります。対象製品というものがあるので、その点はご注意ください。あと県内に居住する住居に設置する必要があります。沖縄県内に住民登録があって、例えば県外の住宅にエアコンなどを設置する場合は対象外になりますので、この点もご注意ください。そして最後ですね、申請台数、こちら実は1台ではなくて上限があります。1人当たりエアコン2台、そして冷蔵庫1台を超えないことということで、1人当たりエアコン2台、冷蔵庫1台まで申請可能です。といってもまた後ほども出てくると思いますが、一箇所のお店で一度にこのエアコン2台と冷蔵庫1台を購入しなければいけないので、バラバラに購入したものをバラバラに申請するのは NG になりますので、その点はご注意ください。なのでまあ家族が多い方は1人当たりということなので、ご主人さんが購入して申請して、その後に奥様が購入して申請するっていうのは OK になりますので、ちょっとバラバラに購入する可能性がある場合はそういった利用方法がいいかなとも思います。そして注意事項ですね、先ほどちょっとちらっと言ったこと、法人による購入は対象外になってます。あと賃貸住宅のオーナーによる申請は、購入者ご本人が居住が必須のため対象外です。ご自身が住む場所に設置するのが必須だということですね。そしてまあ不正申請が想定されれば、立ち入り検査などをさせていただきますということです。そして申請チケットを紛失した場合は再発行できませんということで、申請チケットというものを購入した電気店からいただくようです。そちらは再発行できないので大切に保管してください。そして先ほども言いましたね、2024年5月31日までに購入申請した申請については、いかなる場合も対象外となります。なので新規に6月1日以降に購入したもののみが対象となりますので、その点もご注意ください。そしてキャンペーンの利用方法でさらに具体的にお話しさせていただきます。こちらは対象店舗で対象のエアコン冷蔵庫を買い替え購入する必要があります。対象店舗以外ネットを含む購入は対象外です。なのでですね、対象店舗、家電量販店もあるんですが、家電量販店のネット通販は不可になりますので、その点もご注意ください。そして身分証明書を持参して対象店舗で購入してください。そして先ほど言った申請チケットというものを購入した店舗から受け取ることになります。そしてこのチケット
に記載されている QR コードにアクセス申請をスタートします。そして申請したら承認後受け取りメールが届くのでキャッシュレスのポイントなどと交換します。まあ、ということはこれは承認後受け取りメールが届いてちょっと戻りますけれど、ここにちょっと時間差があるのは申請してからこの OK ですっていうメールをもらってそこからポイントの交付手続きが必要なんですが、その交付手続きはさらに2週間猶予があるということですね。ということでこういった感じで流れで申請する必要があります。そしてポイント申請に必要なもの、こちらも重要で、一つ目が申請チケット、こちら購入した時にお店からいただけるものですね。そしてお客様の情報、まあ、これは入力することになると思うんですが、住所や郵便番号などの情報が必要です。そして購入製品のレシート、まあ、こちらは写真を撮って申請するような形になります。そして購入製品のメーカー保証書、まあ、こちらも写真ですね。そして設置に関わる証明書または誓約書、まあ、この辺は家電店からもらうものになるので、このあたりはしっかりともらうようにしてください。そして最後にですね、こちら家電リサイクル券ということで、今回買い替えすることが条件ということなので、今あるものを悪い意味で言うと処分する必要があります。処分しなければ今回の申請は対象外になるので、その点ご注意ください。ちょっと最後の方にですね、まあ、裏技ではないんですが、こんなやり方もなしではないのかな、もしかしたらちょっとグレーゾーンになるかもしれませんが、最後にこんなやり方はどうでしょう、最終判断は個人の判断でお願いしたいんですが、こういうやり方もなしではないのかなっていうことでちょっとだけお話しさせていただきます。ということで、ポイント申請はこちらとこちらにリンクもあります。これは多分もらってからですよね。これは最後、申請受付された後に来るページだと思いますが、違うの、これ最初ですね、多分。一番最初に申請するのはこちらからもいけるようです。提出書類についての注意事項もありますので、こちらもぜひ申請する前に一度確認してください。そして重要なのはこちらですね。ちょっと画像を拡大できるかな。まずこちらがエアコンでもらえるポイントですね。こちらがですね、エアコンの場合は 2.2 キロ以下、確か6畳用ぐらいですよね。2.2 キロワット以下で通常コース1万5000円、そしてポイント2倍コースが3万円になってます。そして 2.5 キロワットから 2.8 キロワットが通常コース2万ポイント、そしてポイント2倍コースが4万ポイント、そして 3.6 キロワット以上が通常コース2万5000ポイント、ポイント2倍コースが5万ポイントになってます。ということで最大がですね、一番もらえるのはこのエアコンの 3.6 キロワット以上の5万円が最高になってます。ちょっと後ほどポイント2倍コースは何かというのはまたご説明させていただきます。そしてこちらが冷蔵庫の買い替えでもらえるポイントです。こちらはですね、容量で異なってきます。150リットルから350リットル、省エネの性能が2以上必要なんですが、通常コースで5000ポイント、そしてポイント2倍コースで1万ポイント。351リットルから450リットル、省エネ性能が3以上必要で1万5000ポイント、そして2倍コースが3万ポイントになってます。そして451リットル以上、こちらが省エネ性能が星4以上必要で、通常コースが2万ポイント、ポイント2倍コースが4万ポイントになってます。そしてこのポイント2倍コースはなんだこれっていう話なんですが、こちらはですね、対象店舗のお店によって違いがあって、対象店舗一覧がこちらにあるんですが、こちらの地域協力店、こちらで購入するとポイント2倍になります。そしていわゆる家電量販店、ここで分かれましたね。通常店舗で検索すると分かるんですが、ビッグカメラさん、これ多分今動いてない気がしますが、那覇空港店出てます。各エディオンさんやメガドンキ、ドンキホーテですね。こちらで購入した場合、そしてベスト電機、あとヤマダ電機さんなど、そういう、まあ、いわゆる家電量販店などで購入した場合は、通常店ということで、ポイントはまあ半分になるというか、通常ポイントのみしかもらえません。そしていわゆる街の電気屋さん、そういったところでエアコンを購入したり、冷蔵庫を購入すると、2倍のポイントがもらえるということになります。ということで、申請の詳細をぐざーっとお話しさせていただきましたが、いかがでしょうか。ちょっとわかりにくい点あるかもしれませんが、今回僕がちょっとこれざーっと見ていてですね、気になったのが、途中でもお話しさせていただきましたが、買い替えっていうことが必要で、リサイクル券なども必要です。ちょっと絶対必要というお話はすでにさせていただきましたが、その理由はですね、実は電気屋さんに行ってこの点をですね、ちょっと具体的に聞いてきました。新しくできた浦添市の山田電機さんに行ってきたので、その様子をぜひご覧ください。はい、どうぞ。でーてんということで、こちら新しい山田電機にやってきました。手だこ裏西店です。ちなみにそっちにあるのが今作っているのがイオンさんですね。イオンさんの真横にこちら、一足先に山田電機できてます。ちょっとこちらで聞いてみましょう。それでは入りまーす。ということで、冷蔵庫売り場やってまいりましたが、やっぱりポスターありますね。これですね。ちょっと聞きたいことだけ確認したいと思います。
しょーということで出てきました。聞きたいことは聞きましたので、また戻ってお話し続けたいと思います。ということで山田電機さんで確認してまいりましたが、やっぱりこの買い替えということで一番気になってた捨てなきゃいけない、絶対捨てなきゃいけないのかっていうところで言うと、絶対捨てなきゃいけないようです。家電リサイクル券、そちらの方が必要になるので捨てる必要があります。我が家の冷蔵庫もですね、なんか捨てるにはちょっともったいないんですよね。もちろん売れるっていうことはなさそうな冷蔵庫なんですが、ジモティとかで無料で引き取りたいっていう方は出てきそうなものなので、なんか補助金使うためにまだ使えるものを捨てるっていうのはまたなんか違う話なんじゃないかなとも思ったりしますが、今回の補助金を使うには致し方ないのかなっていう、なんか複雑な気持ちです。もしですね、自分のものが売れるっていうことであれば買うのにお金いりますが、今は捨てるにもお金がいります。その捨てる費用も踏まえて今回もらう補助金、その総裁で考えると、もしかするとあまりお得じゃないなと思われる方もいるかもしれませんが、一応ざっくりなんですが、インターネットで調べたところですね、捨てる時にですね必要なお金っていうのは、エアコンの場合は990円、そして冷蔵庫の場合は高くて4730円ですね。意外と冷蔵庫の方が安いんですね。まあ確かに冷蔵庫の方がちょっと複雑な感じもしますが、冷蔵庫で高くても5000円弱ぐらいの捨てるのに費用がかかります。なのでプラスでお金をいただいて今の冷蔵庫を引き取ってもらえる方がいらっしゃるのであれば、特に家電量販店の場合はポイントが半分になりますので、今回の補助金特に使う必要がないかなっていうケースも出てくるかと思います。でも結構大きいサイズで一人でいない場合を考えると、捨ててしまって補助金を使うのも一つかもしれません。でちょっと最初にお話したこういった方法もあるのかなと思ったのは、まあ、例えばですね、ジモティで無料で冷蔵庫引き取る方いれませんかっていう方からですね、冷蔵庫を引き取ってそれを買い替えるっていう形をしても、大きな声では言えませんが、ありなんじゃないかなと思いました。まあそれはちょっと一つの方法としてぜひ自己責任でお願いしたいですが、捨てるの当然で一度引き取ることになりますが、そういった方法もあるのかななんて思いました。それではちょっと最後にですね、具体的にどういった冷蔵庫が、どういった商品が該当するのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。こちらがですね、対象商品の一覧になります。先ほどお見せした省エネ対策のその基準以上になっているものがこちらの一覧になってます。まあ、ざーっと品番とか書いてあるので結構わかりづらいんですよね。なので個人的には、まあ安い商品とか探す場合はですね、例えば価格 .com、そういったところで調べるのもいいんじゃないかなと思いました。こちらが価格 .com のホームページになってます。ちょっと拡大しているので、スマホで見るこんな感じになるかな。まあ、こちらもですね、注目ランキングが出てるんですが、ちょ先ほどの基準、こちらでいろんなタイプとか選べるんですが、ここでですね、省エネ基準、省エネ性能、この多段階評価点っていうものを選ぶことができます。例えば冷蔵庫の350リットル以上、450リットル未満、それであれば多段階評価は3以上必要になるので、この3をまずタップします。そうすると3以上のものが出てくるので、まあ、それで自分が欲しい容量ですね、まあ、例えば400から500リットル以上とかすると、まあ、ざーっと一覧で出てきます。そして安い順にすると、もう単純に値段評価が出てきます。まあ、今回ですね、まあ、ハイアールさんやっぱり安いですよね。ハイアールの商品が上新の、基本的にこれネット通販ですが、上新のサイトで 99,800円、10万円を切るような値段になってます。こちら容量は406リッターなんで、家電量販店で 15,000円、町の電気屋さんで購入すると3万円分のポイントがもらえます。そして冷蔵庫捨てる必要があるので、まあ、ざっくり5000円ぐらいさらに支出がいるとすれば、まあ、この値段で買えたとして105,000円、そして3万円戻ってできて75,000円ぐらいの実質の負担額で購入することができるということになります。さらに450リットル以上になると、省エネ基準は4以上必要になるので、3を切って4以上すると400リットル台で2つしかありませんね。価格 .com さんで登録されているもので2つ、20万円ぐらいするものしかないようです。結構高額なものしかないのかなっていう印象です。あとエアコンの方を確認すると、例えば大型のエアコン 3.6kW 以上、 3.6kW 以上の目安は12畳用になるので、12畳用にして省エネレベルは2以上ですね。こちら2以上のものを選ぶと、こちらそして安い順に並べます。そうすると三菱の霧ヶ峰のこちらのものが106,800円、そしてこれで5万円もらえるとすればお得になるのかなと思います。そしてエアコンは捨てるのに1000円ぐらいしか関わらないようなので、実際には今回のこのキャンペーン、冷蔵庫を買うというよりエアコンを買い替えたい人に非常におすすめのキャンペーンなのかなと思いました。一応確認してみると、この品番があるかな、こちらにありましたね。結構ちょっと探すの大変でしたが、こちらに対象商品として存在しております。 3.6kW です。まあ、なのでこの商品がもしですね、町の電気屋さんに交渉して、まあ、これ工事費も必要になってくるので、工事費込みでどれぐらいになってくるかっていうのもあるかと思います。まあ、こちら実は山田電機さんのものなんですけれど、山田電機さんとかだと、こういった買い替えの方は標準取り外し工事費無料とか、基本的な工事は無料だったりしますが、その辺実際にはどうなのかなと思います。
ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回沖縄県で行われている省エネ対策の電化製品、冷蔵庫、そしてエアコンを買い替えることによっていただける補助金、まあ、実際にこちら利用するメリットは非常にあるかと思います。本当にもう買い替えをしようと思っている方はこちらの方は利用した方がいいかと思います。でもちょっとどうしようかな、まあ数年のうちには買い替えようかなと考えているぐらいな方は、まあ、利用した方がいいのかな。あとはですね、すいません、特に見積もりとかまで取ってないので、インターネットで購入した方が1万円2万円安くなるケースはそこまでないのかな、まあ、状況によってはそこまで安いケースがあるかもしれません。そうすればやっぱり普通にインターネットで購入した方がいいかと思いますが、その辺めんどくさいっていう方はぜひこちらの今回の補助金を利用するのが一番手っ取り早くお安く購入することができるのかなと思います。まあ、でも結構細かいところを見ていって悩む方はですね、ぜひ細かく検討してみて安いものがないか探してみてください。僕もですね、実際に冷蔵庫そこまで買い替えを急いでるわけではないので、本当にこれでお得なものが見つかれば買い替えを検討してみてもいいのかなと思います。ちょっとややこしいお話になったかもしれません。最後簡単にまとめると、エアコンの場合、購入した場合大きいもので最大5万ポイント返ってきます。家電量販店の場合は2万5千ポイントもらえます。でもその場合捨てる必要があるので、捨てる費用としてだいたい1000円かかってきます。そして冷蔵庫の場合はですね、町の電気屋さんで購入すれば4万ポイント、そして家電量販店で購入すると2万ポイント返ってきます。まあ、これ大きいサイズでですが、一番現実的にはこの3万ポイントぐらい戻ってくるのがなんかお得度ではいいのかなと思いますが、まあ、もちろん大きいサイズが必要な方は大きいサイズ購入する必要があります。なんかお金的に一番効率、一番お得度が高いのかなと思ったのは351リットルから450リットルぐらいの間の冷蔵庫なのかなと思います。まあ、でも冷蔵庫はですね、また捨てるのに5000円ぐらいかかります。その費用も見込んでぜひ今回ですね、この補助金使って買い替えた方がいいのか、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。まあ、最後に繰り返しになりますが、本当に買い替えを考えている方はぜひこの基準を満たしたものを購入するのがお得度が高いのかなと思います。ぜひ皆さんこの補助金使ってお得に家電の買い替え検討してみてください。ということで本日は沖縄県で行われている家電の買い替えの補助金のお話しさせていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サディクラ、バイバーイ。